観客の反応は圧倒的だった。特に、ゴートが再び演奏されたとき、平野くんはそのロック魂を見せつけ、観客を熱狂させた。また、岸くんや神宮寺くんの MC も観客を魅了した。2024年の夏、日本の音楽シーンに新たな風が吹き込まれた。その風の名は、ナンバーアンダーラインアイ。彼らが登場した、ロックインジャパンフェスティバルは、 ただの音楽イベントではなく、まるで新しい時代の幕開けを告げる瞬間のようだった。この日、7万人もの観客が集まり、彼らのパフォーマンスを目撃し、その場の空気が一変する様子を肌で感じた。音楽の力がこれほどまでに強烈で、人々を引き込むことができるのかと驚かされた瞬間でもあった。彼らがステージに立ったその瞬間、観客の心を一瞬にして捉えたのは、 彼らが持つ圧倒的なエネルギーと存在感だった。ナンバーアンダーラインアイのステージは、ただ音楽を奏でるだけではなく、観客とのインタラクションが非常に重要な要素となっている。特に平野くんがサングラスを外した瞬間、観客はその小さな動作に大きなインパクトを感じ、その場にいることが特別な瞬間であると実感した。このような細やかな仕草が、彼らのパフォーマンスをより印象深いものにしている。 平野くんだけでなく、ガンくんや神宮寺くんもまた、その MC で観客を魅了した。彼らの親しみやすさと自然体のトークは、観客との距離を縮め、ステージと観客の間に特別な絆を生み出した。特に神宮寺くんが、皆さん、喉が渇いてませんか一緒に飲みましょう、乾杯、と呼びかけた瞬間、会場全体が一体となり、その場の雰囲気が一気に盛り上がった。 ナンバーアンダーラインアイが持つ音楽的な多様性は、彼らのセットリストからも明らかだった。最初の曲、ゴートで観客を圧倒し、その後もそのエネルギーを保ち続ける彼らのパフォーマンスは、一瞬たりとも観客を飽きさせることがなかった。特に、ノイエスが青空の下で披露されたとき、その光景はまさに夏フェスにふさわしいものだった。ダンサーたちもステージに登場し、 ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスをさらに引き立て、その場の熱気はますます高まっていった。音楽は単なる音の連なりではなく、観客とアーティストが共鳴し合う瞬間を生み出す力がある。このようなインタラクションが、ナンバーアンダーライン愛の魅力をさらに引き立て、彼らの音楽が観客の心に深く浸透する要因となっている。その日、フェスに集まった多くの観客の中には、初めて、 ナンバーアンダーライン愛の音楽を聴いた人々も少なくなかった。これまで彼らの存在を知らなかった人々が、その場で彼らの魅力に気づき、感動を SNS で共有する光景は、今の時代ならではのものだった。彼らのパフォーマンスが持つ力は、音楽そのものだけでなく、彼らがどのようにその音楽を表現し、観客に伝えているかにあるのだろう。音楽ライターや評論家たちも彼らのパフォーマンスに感銘を受け、 その感動を SNS で発信したナンバーアンダーライン愛がどのように観客を魅了しその場の空気を変えたのかそれは一見して明らかだった音楽の世界では新しいアーティストが次々と登場し常に競争が激しいしかしナンバーアンダーライン愛がこれからもその存在感を保ち続けるためには常に新しい挑戦を受け入れ進化し続けることが求められる 彼らが持つ可能性は非常に大きいが、それを現実のものとするためには、さらなる努力と想像力が必要である。彼らの音楽がこれからどのように成長し、どのように広がっていくのか、その未来は誰にも予測できない。しかし、それこそがナンバー・アンダーライン愛の魅力であり、ファンにとっての最大の楽しみでもある。さらに、ナンバー・アンダーライン愛の音楽は単なるエンターテインメントの枠を超え、 リスナーのの心に深く刻まれるるものである彼らの歌詞は一見するとシンプルで親しみやすいが、その裏には深いメッセージが込められている。社会問題や個人の葛藤、愛と孤独といった普遍的なテーマが、彼らの音楽を通して繊細に描かれている。こうした要素が、彼らの音楽に深みを与え、聴く者に考えさせる余地を残しているのだ。また、 ナンバーアンダーライン愛の音楽が持つ国際的な魅力も見逃せない。彼らの楽曲は日本国内だけでなく、海外のリスナーにも強い支持を受けており、その影響力は年々拡大している。彼らがロックフェスで見せたパフォーマンスも、海外のメディアやファンの間で大きな話題となり、その名前がさらに広がっていく様子が見て取れる。特に、英語圏のリスナーにも理解されやすい歌詞やメロディーが、彼らの人気を後押ししており、 今後の海外進出にも期待が高まっているナンバーアンダーライン愛が持つこの国際的な魅力は単に言語の壁を越えるだけでなく文化の違いを超えて人々の心に響く普遍的なメッセージを持っているからこそ実現しているのだろう彼らの音楽がどの国どの文化の人々に対しても共感を呼び起こす力を持っているのはその裏にある誠実さと情熱が感じられるからに他ならないそして 彼らがこれからどのようにその国際的な影響力を拡大していくのかもまた、興味深い課題である。日本国内の音楽シーンにおいて確固たる地位を築いた今、次に目指すべきは世界の舞台での成功であり、それに向けた準備はすでに始まっているのかもしれない。新たなアルバムの制作や、国際ツアーの計画など、ナンバーアンダーライン愛がどのような戦略を取るのか、それが彼らの未来を左右する重要な要素となるだろう。 また、ナンバー・アンダーライン・アイのメンバーたちが個々に持つ才能やキャラクターも、彼らの成功に大きく寄与していることは間違いない。リーダーシップを発揮するヘイヤ君、独特の感性で楽曲に深みを加えるガン君、観客との距離を縮めるコミュニケーション力を持つ神宮寺君など、それぞれの個性が絶妙に調和し、ナンバー・アンダーライン・アイというグループの魅力を形作っている。彼らの音楽に対する姿勢もまた、 非常に新しいアイデアを追求し続ける姿勢が彼らの音楽を進化させ続けている。彼らがスタジオで過ごす時間は単なるレコーディングの場にとどまらず創造の場として機能しておりメンバー同士のディスカッションやアイデアの交換が行われる中で新しい音楽が生まれている。こうしたプロセスが彼らの音楽に独自性と深みを与えリスナーを引きつける要因となっているのだ。 ナンバーアンダーライン愛の音楽がこれからどのように進化していくのか、それを予測することは難しい。しかし、彼らが持つ想像力と情熱、そして観客との深い絆がある限り、彼らの音楽はさらに大きな。舞台へと進んでいくに違いない。これからの彼らの活動に、ますます期待が高まる中、ファンたちはその成長を見守り続けるだろう。そして、2024年の夏に、 ロックインジャパンで見せた彼らのパフォーマンスは、音楽史に刻まれる瞬間となり、これからの音楽シーンにおける彼らの位置づけを決定づけるものとなるだろう。その輝かしい未来を前に、彼らがどのような道を歩んでいくのか、それを見届けることができるのは非常に楽しみなことである。ナンバーアンダーラインアイの音楽がこれからどのように進化していくのか、それを予測することは難しい。しかし、 彼らが持つ想像力と情熱、そして観客との深い絆がある限り、彼らの音楽はさらに大きな進化を遂げ、新たな領域へと踏み出していくことは間違いないだろう。彼らの未来はまだ未知数であり、だからこそその行く末を見守ることが、ファンにとっての最大の楽しみとなるのだ。このようにして、ナンバーアンダーライン愛は音楽シーンにおける独自の地位を確立しつつある。しかし、 彼らの成功は決して偶然ではなく、長年にわたる努力と挑戦の積み重ねによって築かれてきたものである。彼らの音楽がこれからも多くの人々に影響を与え続けるためには、さらなる進化が必要であり、彼ら自身もそれを強く認識している。彼らの音楽がどのように進化し、どのようにリスナーに影響を与えていくのか、それは誰にも予測できない。しかし、彼らの想像力と情熱、 そして観客との強い絆がある限りナンバー・アンダーライン愛の未来は非常に明るいものとなるだろう。彼らがこれからも新たな音楽の地平を切り開き、多くの人々に感動を与え続けることを、私たちは期待してやまない。このようにして、ナンバー・アンダーライン愛は今後も音楽シーンの最前線で活躍し続けることだろう。彼らの音楽が持つ力は、単なるエンターテインメントの枠を超え、 リスナーのの心に深く刻まれるるものである彼らがこれからも新たな挑戦を続け、さらなる進化を遂げていく姿を見守りつつ、彼らの音楽がどのように私たちの心を揺さぶり、感動を与えてくれるのか、その瞬間を楽しみにしている。